ザカリー・アダムス・エフリンは、アメリカ合衆国、フロリダ州オレンジ軍オーランド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズに所属。2012年の MLB ドラフト一巡滅移保で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・パドレスで、プロデビュー。4試合に登板して0勝1敗。 防御率7.714奪三振の成績を残した。2013年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、22試合に先発登板して7勝6敗、防御率2.7386奪三振の成績を残した。2014年は A 級レイクエルシノアストームでプレーし、24試合に先発登板して10勝7敗、 防御率3.8093月三振の成績を残した。2014年12月11日に、マット・ケンプ、ティム・フェデロビッチとのトレードで、ヤズマニ・グランダル、ジョー・イーランドと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。さらに12月19日に、ジミー・ロリンズとのトレードで、トム・ウィンドルと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2015年は、AQ レディング・ファイティン・フィルズでプレーし、 7月にはカナダのエイジャックスで行われた第17回パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出されている。この年は23試合に先発登板して8勝6敗、防御率3.6968奪三振の成績を残した。2016年は開幕からトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、11試合に 先発登板して5勝2敗、防御率2.9055奪三振の成績を残した。6月14日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。同日のトロントブルージェイズ戦で先発してメジャー初登板したが2.2回9失点で敗戦投手となった。このメジャー昇格と同時に先発ローテーション入りし、 7月5日のアトランタブレーブス戦では関東でメジャー初勝利、22日のピッツバーグパイレーツ戦では完封勝利を収めた。だが、8月9日に膝を痛めて故障者リスト入りすると、手術を行うことになったためここでシーズン終了となった。この年メジャーでは11試合に先発登板して3勝5敗、防御率5.5431奪三振の成績を残した。 198cm の長身から投げ下ろす、フォーシームとツーシームを中心に、スライダー、チェンジアップのコンビネーションで打者を打ち取っていく。ありがとうございます。